ぜひ次も呼んでいただきたいです。ね、ありがたいとか、そうですね。まずノミネートありがとうとか言ってくれて嬉しいとか、確かにこの回は素晴らしいとか、はい、次とか感想ですよね。まずは10周年おめでとうございます。あ、まずは、チュンコアジャパンさん、10周年おめでとうございます。はい、僕たちはどこの事務所も所属することなく、活動しているんですけども、それが活動できている理由は間違いなくチュンコアさんのおかげだと思ってます。はい、曲って自分たちで配信できるんだってね、はい、チュンコアさんのおかげで知ることができて、はい、今も大活躍で大活躍します。はい、苦手感想って何ですか。いや、今日の感想楽しかったね、楽しかったです。いや、本当に受賞できて本当に嬉しいです。ありがとうございます。いやー、もうさ、これやろ。これが入ってくる。これが入ってくれば、はい。いや、でもこれ本当に思ってて、いや、だって普通に入ってたらいろんな人たちにこう取られるわけじゃないですか。メジャー入っちゃったらね、はい、10% とか言いますか。いや、歌唱印税とかってめちゃくちゃ低い、 1% 2% とかが普通の世界じゃないですか。それに比べてもう本当にこれが良かった。力あった。現実的リアルでいい。はい、リアルだ。リアルなんで、はい。